めっちゃ頭いいやつはな「言わせてもらいます」を永遠に嘘つき続けるっていう強さもあるかもしれない。<laughs> いやその「いや僕なんて」って言いながらめちゃくちゃ出るっていう <laughs> 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 そっちも怖いよな。<laughs> こいつ下手に出てるつもりでバレてるからなみたいなやつそういう人にめっちゃ厳しいやろ厳しい厳しいあいつうまいわそうやあいつまあ出てるけども才能があふれすぎて隠せてないけどもうあのな W のあ後でも散々「もえますさんにファンに叩かれて」とか言って「もえらい言うて悲劇のヒロインぶってさ楽園で「お前すいませんでしたのも」っうのも全あれ何回 せや一回やったらかんないあいつもいやいやお前はまた言うちゃいましたごめんなさいまた言うちゃいましたええなお前楽屋来んなお前お前絶対またやんねんからもうこのいちいちこの嘘の謝罪めんどくさいから来んな種まいてきとんねんなあいつそうまあうまいなと思いやいやすいませんもういや萌えますさんみたいになりたいんですって思ってたしみにも思ってないねんからあいつほんまびっくりするわほんま んはあたしくん初めてやで私たぶん拶来た後輩に「挨拶くんな帰れ」て何たくらんでんねんこいつ普通にムカつくわって言たか普通にムカつくわこいつ何やねんお前何の謝りやねんこいつ言うやんけお前じゃ口が滑って言っちゃった時だけやろあんな絶対お前は永遠に言うえ普通歌 <laughs> ラナショネーム、ユリアン・レトリーバー。ええー、おい、ええ、マッソ、ヤングタウンも今年で最後の放送お疲れ様でした。うん、良いお年をお迎えくださせ。2020年も落ち着いていきや。<laughs> <laughs> すごいな。これ、お便り来てたんですかたまたま。